모델 같은 비율의 아이돌처럼 예쁜 비주얼인 이처자는 일본 탁구 대표 하야타 히나라는 선수입니다. 하야타 히나 그녀는 작년 도하 아시아 선수권에서 한국의 신유빈을 꺾고 아시아 챔피언 자리에 올랐으며 지금 일본 자국 내에서 랭킹 1위를 유지하며 파리올림픽 국가대표 선발 최선두에선 인물인데요. 일본 탁구를 지난 수년간 이끌어온 주력 선수들은 키가 160cm 미만 단신인 편으로 탁구 테이블 앞에 딱 붙어 속공으로 상대를 몰아붙여 끝에는 스매싱이 주무기인 스타일이라며 하야타 히나 선수는 장신인 체격에 긴팔을 이용한 스윙으로 파워풀한 드라이브가 일품인데요. 그리고 긴 다리로 테이블 멀리에서도 공을 놓치지 않는 재빠른 풋워크가 특징입니다. 현재 월드클래스로 성장한 하야타 히나 그녀의 탁구 스타일에 뒷받침이 되고 있는 신체적 특징 두 가지가 더 있다고 하는데요. 그것은 과연 무엇일까요? その하야타の体には2つのある特徴が まず1つ目は股関節の柔らかさ。すごいね、確かに。これにより重心が安定し、ショットによりパワーが伝わるという。そして生まれた武器が強烈なフォアハンド。 強いボールは手で打つものじゃなくて体全体の力でパワーが出すことができるんで。去年 T リーグオールスターで 張本と対戦した時には 今度はミドルに出してきて強打。今度はミドルに出してきて強打。 パワーでも男選手に負けない。そうですね。 早田のフォアハンドに 張本もこの表情。 さらにもう一つの体の特徴が。うわ、柔らけえな。手首ももう多分グニョグニョ。あ、服とかもついてる。すごく。手首の柔らかさ。手首とか、もう肘とか、この辺の関節、肩甲骨とかめちゃくちゃ緩いんで、もうなんか全部関節全部グニョグニョなんですけど。でもそっちの方が可動域。この手首の柔らかさがあるプレーに生きているという。 それがこちら。 ボールに 強烈な回転をかける チキータ。 なるほど。 普通に チキータより さらにだもんな。 さらに。 チキータとは 逆の回転をかける 逆チキータ。 柔らかさでスピードが出たり コースが分かりにくかったり遠心力とか勢いとかでボーンって回転つけれるんで、その柔らかさはめちゃくちゃ生きてるなと思います。2年前スタジオで上田も体験。なんでこっち行った。こっちしか気張ってない。なんでこっち行った。これが試合です。これが試合です。俺とは試合じゃねえだろ。そのチキータと逆チキータが さらに進化しているという。相手が打ちにくいようなレシーブをすることも増えましたね。前行かせていただいた時は結構スピード系でレシーブだったんですけど、スピードだけじゃなくて相手が打ちにくいところにゆっくりでもいいから回転量で操ったりとか。スピードだけではなく回転量の多いチキータでポイントが奪えるまでに進化。 そのチキータがこちら。これは相手のこのミドルって一番難しいフォアで回り込みづらいところにレシーブをしてるんで、しかもこう内側に入ってくるからもう詰まるし難しくてみたいな。一方こちらは。 これはちょっと浅く飛ばして結構前に落としてるんですよ。で相手は後ろに下がってるから全然タイミングが合わなくて空振りしたっていう感じなんですけど。
さらに逆チキータも。入りとしてはチキータの入りみたいな、そこから一気に手首を横に持ってきて回転をかけて飛ばしていくので、左の選手にとってはフォア側に逃げていくような回転で、もうどんどん遠くなる。手首の柔らかさを生かし、レシーブに磨きをかけた早田。先月の全日本選手権でも伊藤美誠相手に、進化したチキータで得点を奪っていた。その早田が今日も驚きのチキータを見せた。